皆さんこんにちは。今回なんですけども、トレバ大感謝祭というですね、トレバで今行われているイベントの延長が、7月30日今日ですね発表されましたので、その件に関する動画を紹介していこうと思います。でどういう内容なのかというところなんですけども、ご好評につきトレバ大感謝祭の開催期間を延長しますと。でその期間がですね、もともと30日今日までだったんですけども、7月21日から8月13日の3時頃まで、2週間延長しますという発表がなされました。でこのトレバ大感謝祭というイベント知らない方もいると思うんですけども、この期間中ですね、TP を利用してプレイした時にはアームのパワーが強くなりますっていうイベントなんですよね。つまり課金した時にはアームパワーが強くなる。で一方でプレイチケットを使った時、無料のプレイに関してはアームの力は従来から変わりませんというイベントで、結構ね、自分の動画でも1週間くらい前にアップしたんですけども、結構反響が大きくてですね、このイベントちょっとどうなのっていった声も結構あったんですけども、ちょっとこの件に関して期間が延長になったので、ちょっと自分の考えとかも合わせてこの後の動画で紹介していきたいと思います。はい。で個人的にはですね、このイベントをなるべく早くね終わってほしいなって僕は思っていてですね、理由2つあって、まず1つ目がですね、その違いがよくわからないなっていうところを感じてます。ちょっとこれご覧いただきたいんですけども、今これプレイチケットを使ってプレイしています。よくあるセール台ですね、昔のセール台のタイプなんですけど、バーのちょっと手前側を右アームで掴んで、横に動かすような形のプレイですね。これプレイチケット使って動くときと動かないとき確かにあるんですけども、今ビクともしなかったんですよね。っていうことで、じゃあ今度はですね、このチェックのところを外して、今 2100TP ある TP を使ってですねプレイしてみたいと思います。有料のプレイになるので、アームパワーが多少なり変わると思うので、ここでね、全く同じところを狙ってどうなるのか見ていただきたいんですけど、ほぼ、全くと言っていいほど変わらなかったんですよね、見た限りでは。なので、プレイチケットを使った時と、課金して TP 使った時のプレイの、アームパワーの違いっていうのが、いまいちよくわからないなっていうところを感じています。で、TP 使えばね、アームパワー強くなってはいると思うんですけど、どれぐらい強くなるのかっていうところは当然わからないですし、でこのイベントに記載されてるんですけどもね、赤字のところ下にあるんですけど、アームの力の上昇幅等の質問に関しては回答しませんよっていうふうにもう明記されているので、この部分はわからないところを前提に、プレイするしかないので、このあたりがね、ちょっとモヤモヤするかなと思います。TP 使ってアームパワー強くして取ろうみたいなね、気持ちがこのイベントだと出てくると思うんですけども、とはいえアームパワーがあんまり変わらないように感じちゃうので、そのあたりがちょっとね、モヤモヤするところなのかなっていうところが一つ目ですね、理由1、違いがわからないというところになります。自分がね、以前アップした動画みたいに結構もう明確にアームパワーが違うっていうケースもあるんですけども、そうじゃないケースもあるので、そのあたりはね、しょうがないのかなっていうところもあるんですけども、で理由2つ目がですね、これその位置に関わるところなんですけども、結局課金しても、取れないときは取れないっていうところですね。これはしょうがないところあるんですけど、ちょっとこれご覧ください。これよく見かけるね、トレバの、このバーとバーの間に景品が挟まったタイプですね。で今プレイチケットを使ってプレイしています。で、こういう状況ってトレバではもう全然よくあることで、もうあと1手さすがに景品受けば取れるでしょうみたいなところからもう全く動かなくなって進まない、沼っちゃうみたいなケースですね。で、プレイチケットを使ってプレイしたんですけども、全く景品持ち上がらない状態なので、取れないだろうなっていうところで、じゃあもうここで課金しましょうっていうことで、600円ちょっとですね課金して 5000TP、課金してゲットしてみたんですけど、これでどれぐらい変わるのかというところをねちょっと調査してみました。で最後ね、あと1手2手ぐらいで、受けばね間違いなく取れると思うんですけど、これ TP 使ってるんですけどね、全く持ち上がらないんですよね。でさすがにね、TP 使ってるのでアームパワーちょっとは強くなってるはずなので、こういう最後沼っている状態、これ持ち上がらないともう取れないですから、で、いろんなところ試してやってるんですけど全く反応ないので、こんな感じでね、結局課金して、アームパワー強くなってるのかどうか分かんないですけど、結局それでも取れないみたいなケースも事実としてあるので、こういうところがね、結構、モヤモヤするポイントとして2つ目かなと思っています。なので、アームパワーがね強くなっているのは間違いないと思うんですけども、結局こういう沼っちゃった状態で課金したところで、
アームパワー強くなってるかどうかわからない中で、しかも取れないみたいなことも全然あるので、まあ、こういうところがね、今回のイベントで個人的にはね、早く終わってほしいなと思うところになります。で、まあ、他のね、方のツイッターとか見てると、このイベント結構いいねって言ってる方も事実としてはいて、特に課金してプレイされている方は、アームパワーがちゃんと強くなって、取れるようになったといったコメントもね、見かけるので、このイベント自体が全否定するわけではないんですけど、まあ、自分みたいにね、プレイチケットを使って結構チャレンジしている方の、ユーザーとしてはね、まあ、なるべく早く終わって、まあ、通常運転に戻ってもらえたらなというふうに思っている次第でございます。はい、ということで今回はね、このトレバ大感謝祭というイベントに関しての、まあ、ちょっと個人的な意見とかを踏まえた動画を紹介させていただきましたけども、自分のチャンネルではこういったトレバの動画を毎日アップしてますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。で、特にこのイベントに関する皆さんの意見とかはぜひお聞きしたいなと思ってますので、どしどしですね、コメントいただけると嬉しいです。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではまた他の動画でお会いしましょう。さよなら。